さてさて、一つ凛々しいところを見せてラブ力上昇といきましょう。門前払いの予感、秘密は絶対に明かさないという強い意志の表れでしょうかね。やってきましたね。先ほどの私は私らしからぬエラーでした。ですが今回の私はそうはいきません。もう私に秘密はありません。ですので自由に迷宮を探索してください。ただしここにもドレスコードは存在します。あなたには自由になっていただきます。余分なものはカットです。わかりませんか？服です。この階層に入りたいのなら、まず服を脱いでください。ちょ、なんという玉徳展開！と、喜ぶのもつかの間、ここで脱がれても美味しくねえ！どうせ脱ぐならマイルームで！です！人のご主人様を脱がせるとか、何を企んでいるんですか？サーヴァントを着替えさせたいのでしょう。先ほどミス盗作からのハッキングを受けたのでわかります。その考えには私も同意です。そして服を着替えたいのならまず服を脱がなくては。着替える前には脱ぐものです。では脱ぐのです。私もせっかちな思考ではありません。正義はことをし損じる。まずは下着だけ残すでよしとしましょう。補足ですが、その扉は脱ぐと開きます。全自動脱衣式オープンロック。特許申請中です。いやー、これはもう仕方がないですね。あ、副会長、レックの準備は？言われるまでもない？ GJ、さすがです。まさに優雅たれ。では、スパッとどうぞ。我々もモニターから目をそらすよう努力しますから、気兼ねなく、行っちゃいましょう。ユリウスは別件で出かけています。しかし安心してください。レオのそばには常にこのガウェインが。こんな簡単なことになぜ抵抗するのですか。仕方ありません。霊装を一つ外す。それでよしとしましょう。それでは迷宮探索をお楽しみください。より深い場所でお待ちしております。ラニの合理性があだになりました。説得に時間を浪費するより妥協点を提案してくると。レオ、落胆はまだ早いかと。この迷宮は始まったばかりです。先に進めば、あるいは。そうですね。ありがとう、ガウェイン。まだ希望は失われてはいないようです。でも、今度のナニさんはまた変わっていますね。
攻撃的でないのは前と同じですけど、無関心でもないというか。でもいいの？霊槍を解除したら戦力面で大幅にダウンなのよ。なんかうまいことラニの口車に乗せられた気がするんだけど。精神面でのダメージを取るか、肉体面でのダメージを取るかですね。今回の敵はなかなかに哲学的な要素を含んでいるファイトですよ。心も野暮ですね。もう弱いくせに、なぜ殺したし。
地雷原をひょこひょこ走る。サイエナな先輩に襲いかかる強襲型バラエティ。不義理で不可避な BB チャンネル始まりでーす。こんにちは先輩。はい、挨拶されたら挨拶ですよ。せーの、元気よくこんにちは。なんて全然聞こえません。誰もいない通路で大きな声で挨拶とかしちゃって恥ずかしかったですか？この映像は彩色兼務の博士系キャラ BB ちゃんが100年ぐらい前に録画しておいたマッドムービーです。ですので苦情、抗議、文句、募金などは受け付けませんのであしからず。あ、でも先輩からのラブレターなら随時募集中です。もちろんもらった瞬間にネットに流してあとはダストボックスにポイですけど、ネタの提供ならいつでも大歓迎ですよ。どけどけ。もう外野がうるさいです。サーバントなんか私の養分に過ぎないんですから、ちょっと黙っててください。これ私と先輩のフリートークなんだってわかりません？ちゃんと空気読んでくださいね。調子乗るなってんです。あ、ちなみにこのスタジオも BB チャンネルも破壊不可能です。手を出しても無駄ですよ。っていうか何もかもが無駄なんです。先輩は記憶をなくしてサーバントも初期化させられて、 BB ちゃんは超美人。そんな状況だってもう分かっているのに、どうしてノロノロ歩き回っているんですか先輩。いえ、人間の行動原理が私には意味不明すぎて。まったくもって面白いです。ムーンセルのルールはやっぱり間違っていますよね。こんな愉快なおもちゃで遊ばないなんてもったいないにも程があります。そう、先輩たちはいつまでもカゴの鳥です。絶対に月の裏側からは出られません。でも学校ってそういうところですよね。BB ちゃんは校則であり校則、おとなしく従った方が身のためですよ。ではでは、今回はこの辺りで。私は忙しいので相手をしてあげられませんけど、勝手に死なないでくださいね。質問ですか？もうこれは録画だって言ったのに仕方がない先輩ですね。一個だけなら答えてあげますから、どうぞ。私の目的ですか？そんなの決まってるじゃないですか。私に逆らう先輩へのお仕置き、折檻です。そうですね、それは明けてのお楽しみにしておきましょう。先輩が私のいるところまでたどり着けたのなら教えてあげます。まあ知らない方が能天気に暮らせると思いますけど。おっと、ここでボーナスタイム。おバカな先輩にもう一回だけチャンスをあげます。はい、質問をどうぞ。これが本当に最後ですよ。
え？だって呼びやすいじゃないですか。いいですよね、先輩って響き。弱そうで安そうで哀れっぽくて、要するに単に私がそう呼びたいだけです。というわけで、覚悟はいいですか、先輩。くらえ、これが私の SG です。ありますとも。グレートデビルの BB ちゃんも基本は女の子ですから、秘密ぐらいあるんです。頼むわよ。見た目も心も野暮ですね。行きますよ。一枠残っています。すべての霊装を脱いでいるのなら、このドアは開きます。あなたの魂を解き放つのです。北天を目指す翡翠の鳥のように、あるいは悪太陽に覗き見られたアルテミスのように。
心ともに軽快な状態になりましたね。では引き続き自由な散策をお楽しみください。Thank you.
準備を。ここからは見逃せませんよ。はい、すでに抜かりなく。
て決戦です。二人の家財といたしましょう。
経験値だけ置いてけってんです。行こー、冷蔵来た、これいいもの拾いましたね、ご主人様。絶望の第三のドアが。お疲れ様でした。私が何を要求するのか口にするまでもありませんね。おとぼけは通じません。この先に通りたければ速やかに脱ぐのです。私にできることはこの後30分だけモニターを切るぐらい。気持ちは察するけど我慢して。いえ、洋服はそのままで結構です。ただのヌードに興味はありません。ヌードに種類ってあるんですか？ニーソラシンとかメガネラシンとかシロプラシンとかジャイアントラシンとか。下着だけを脱いでください。それでこのドアは開きます。あなたに残された最後の倫理の砦、この世で最も理解に苦しむ常識、これを破壊するのがアトラスの使命、すなわち。パンツ、履かせ、ない。アトラスインは行っちゃってるっす。あいつら未来に生きてるな。これを果たさなければドアは開きません。では、私はこれで、あなたの好奇心に期待します。申し訳ありません、ご主人様。お気持ちはわかりますが、ここはラニさんの不思議迷宮、従うしかないのです。じゃん、そういうわけでレッツ脱衣。不祥事のキャスター、誠心誠意ガブリ寄りでお手伝いさせて。あかん。むむ、さすがに下着だけ脱ぐというイベントは想定外でした。僕にはまだ早すぎる思考性です。お気の毒だけど、先に進む方法はそれしかないわ。覚悟を決めるのよ。あの、モニター落としますね。大丈夫です。生徒会の皆さんには絶対見えないようにしますから。ごきげんよう。ご気分はいかがですか？それが無駄を排したすがすがしさ。ベストナチュラルコンディションです。
かった。気に入っていただけたようで何よりです。サーヴァントの衣装を変えたい、そんな要望を私なりに迷宮に投影した甲斐がありました。ミス東坂ならこのデータを参考にし、強制的に装着された衣服を外す術式を開発するでしょう。これが装備を外させた真の理由です。敵に塩を送ってみる。その行為を私なりに実践してみました。これは私の趣味や思考、ましてや SG などではありません。あくまで学術的興味だったのです。何がでしょう。確かに防御力の低下は否めませんが、快適度は上がっています。実生活において差し引きゼロだと断言しますが、おそろい、驚きです。その発想はありませんでした。そう、私たちは今、無防備な互いを見つめ合っているのですね。心拍が上昇してきました。呼吸もうまくできません。思考が同じ単語を繰り返して。心臓が脳になったよう。私、いけないホムンクルスって。どうしてか、こんなに興奮して。本当に今回はあっさり行きましたね。こうなることを予測していたのですか、ミス東坂。まあね。私も迷宮にされているとき、本音と建前が暴走してたっていうか、拒絶しているけど理解して欲しがってた。SG は隠したい秘密を壁にするけど、主張したいことも壁にするのよ。経験者は語る、ってのも変な話だけど。ダニさんは自分の悪いところを知って欲しかった。そういうことですか？結果だけ見ればね。ラニは人間と AI の中間みたいな立ち位置だから、あなたから見れば共感半分、理解不能半分だろうけど。はい。AI には自分の欠点を申告する義務はあっても、それを受け入れてもらおうという考えは浮かびません。人間の心は本当に複雑ですね。私、体力的にキツキツです。マスター。
なんて退屈なの？調子乗るなってんです。そちら馬鹿でしたか。負けてもらおうかしら。主人様、
バッチリです。パーフェクト。ガウェイン、御意に。任務完了だ。